うございます。栗尾のり子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。通告をしていた質問を始める前に小林市長に申し上げます。先般小林市長がまた議会が始まって議員のしょうもない質問に答えなきゃいけないんだということを言われていると聞きました。またもう一点、ある議員に対し私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切るというような発言をされたと聞きました。このような発言は議会をバカにしているだけではなく市民を裏切る発言です。不信任に相当するものだと思います。先ほどの言葉は一般市民の多くの方が聞いておられます。今ここで私申し上げたら市長がいやいやと首を振られましたが、ここで質問したら聞いて言っていないというふうなことをおっしゃるのかもしれません。これまでの市長のご様子を拝見している中で、このあとこういうことを誰が言いふらしているのか、犯人探しをするのではないかと心配しているところです。また議会が始まってしょうもない質問に答えなきゃいけないんだ、私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切る、一体どういう意味でおっしゃったんですか。ああ笠岡放送さん、あの姿を映してくださいよ。笑顔でこれですよ。今私言いましたよ、不信任に相当する発言ですよ。小林市長は議会を何だと思っていらっしゃるのか、市長とは何だと思っていらっしゃるのか。市長は一番偉くて市長が言った通りになるんですか。私たちがこうして議会で質問をしたり審査をしていることの意味がないじゃないですか。全部を否定された言葉ですよ。関係ない、関係ないんだって。もう一度繰り返しましょう。また議会が始まって議員のしょうもない質問に答えなきゃいけないんだよ。私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切りますよ。言った覚えがありませんと言われてますね。はあ、市長と執行部は議会と車の両輪でやっていくんですよと理解のあるようなことを言われますが、先ほどの言葉で本音は違うということが証明されたということです。市長は議会の決めたことに基づいて町づくりのための実際の仕事を行う執行機関で、その執行機関の最高責任者が市長なんですよ。自治基本条例11条、市長の責務、市民の信託に応え公正公平かつ誠実に市政を運営し市民全体の自治を推進しなければならないと書いてあります。市長は独裁者じゃないんですよ。繰り返します、市長は独裁者じゃないんです。まさか笠岡で一番偉いのが自分だ、市長だなんて思ってらっしゃるんじゃないでしょうね。自分の間違いを執行部になすりつける公然のパワハラですよ。そんなことがしょっちゅうです。テレビでは見えないかもしれませんが、皆さんに自分の気にならない答えをする部下がいれば大声で文句を言う、それなら自分で言う、おっしゃればいいじゃないですか。自分が答えられないときは舌を向く、どんだけ下向いてんですか。執行機関の最高責任者として自覚を持ってください。不信任に相当することを私たち議会は笑っていなさなきゃいけないんですか。おかしいでしょ。あ、おかしいって面白いことじゃないんですよ。昨日もみんなが首をかしげるような発言に対してほら面白くなってきたでしょって隣の方の部長に言われてましたよね。議員は市民の信託を受けて真剣に真面目にやってるんですよ。ここ笠岡市は独裁政治をやってるんじゃないんです。裏で議員の名前を呼び捨てにして議会が悪いんだなどと言わないでください。誠実に市長の職を務めていただくことをお願いいたします。早朝より大変失礼いたしました。 YouTube や、テレビをご覧になっている方々から蓮舫か辻元か栗尾かというふうなことを言われるのは本望ではないんですが、常軌を逸した市長にブチ切れるこの気持ちを皆さんに分かっていただきたい、そう思って言わせていただきました。それでは議長のお許しをいただいておりますので質問に入らせていただきます。
また議長の許可を得て資料を持ち込ませていただいております。早いもので議員になって丸3年になります。これまでさまざまな質問をさせていただきました。一般質問は市の一般事務に対してその執行の状況または将来の方針、政策的提言や行政の課題などを執行者に直接指すことです。市の政策や方向性を問う中で提案や要望を申し上げています。それらの中で検討していきたい、取り組みを進めたい、しっかりとやっていきたいなどの返事をいただいたことがあります。そこでこれまでの質問の中でそのような答えをいただいたものが実際どう取り組んでいただけるのかを聞いてみようと思います。1項目目です。情報発信について、広報誌をはじめホームページ、ソーシャルメディア、笠岡放送、ラジオなどさまざまな媒体を使った広報がなされています。時々に必要な情報を市民に提供するだけでなく、笠岡市外の方々への広報、さらに双方向性のある情報ツールも本年度から積極的に取り入れられる予算も見受けられます。そこで1点目、ソーシャルメディアの使用に関するルールを定めているのか。2点目、全庁的な広報活動に関して政策部はどのような提案を行っているのか。またホームページや広報誌について市民に伝わるための方策はどのように変化してきているのですか。3点目、例えば廃棄物関係の周知、災害時の情報収集、緊急を要する感染症やそのワクチン接種情報、広報誌の配布などなど、市はさまざまな情報について多様性に応じた情報伝達を持っていることが重要だとしていますが、人口減少、高齢化の進む中、地域住民に対する負荷軽減はどのように進められていますか。4点目、令和5年度当初予算では、建設管理課から市民通報システム導入事業が挙がっています。市民がスマホを使って、道路や河川の傷みなどの情報をダイレクトに受け付けるシステムを導入するとなっています。また、このシステムは同じく令和5年度当初予算で総務課から上がっている LINE 申請システムと連動するとなっています。市民の利便性は向上すると見込まれますが、今後は情報の発信だけでなく受信もしていく双方向性のあるものになっていく中、危機管理はどこが責任を持って担っていくのかをお尋ねいたします。くだらない質問かもしれませんが、返答をよろしくお願いいたします。